ラストインパクトとは、日本の競争は、主な勝ち倉に2014年の金ャ地賞、京都大賞展、小倉大賞展。2012年11月25日、京都競馬場での2歳新馬戦でデビューし、1着。2戦目のエリカ賞は2着。年明けて3歳初戦の木更木賞6着、スミレステークス2着とオープン戦で2走の後、3月の王冠桜賞で2勝目を挙げた。 登場して、青葉賞に出走し、平僕ディープの三着に入った後、放牧。夏場に入って1 0した条件を二戦で通過し、秋二戦は、神戸新聞杯、吉花賞ともにエピファネー屋の前に七着、四着に終わった。四歳となった二千十四年、初戦の将来ステークスを勝つと続く、小倉大賞展では、向こ正面から一気に先頭に立ち、そのまま押し切って、 重症初制覇を遂げた。続く、日経賞でも3着に入ったが、天皇賞は9着に終わり、休養を挟んで復帰戦の小倉記念6着、新潟記念で3着とした後、秋の京都大賞典で、玉もベストプレートの接戦を首させして、重症2勝目を挙げた。続戦の金射地賞でも先に抜け出した佐藤のノブレスを、差し、一分十八秒八のコースレコードで、 重賞3勝目とした。有馬記念は7着に終わったが、4歳児は急戦して4勝、内重賞を3勝をした。5歳児は上半期に、阪神対商店でゴールドシップの3着とし、下半期はジャパンカップで湘南パンドラにタイム差なしの2着に入る成績を残した。管理していた松田博士の定年に先立って、各イカつき呼吸者に、 天馬し下6歳児も中山記念6着から臨んだドバイシーマクラシックで3着に入る走りを見せたが、帰国後は3着以内に入ることもなくなり、2017年のジャパンカップでシュバルグランの14着だったのが最後の競馬となった。12月20日付で競争馬登録を抹消され、その後はノーザンホースパークの乗馬に転じた。以下の内容はジャビスサーチ、 netkeiba.com レーシングポストに基づくありがとうございます。